おーおー。こう見ると、コンビニ業界も結構面白い。セブンは関東、ファミマは関西、ローソンは中国地方で頑張ってるのね。まさにコンビニ戦国時代だろ。ほんとそれ。この三つどもえの戦いを誰が勝ち残るか楽しみね。だな。でも実はこれ、三つどもえの戦いじゃないんだぜ。北海道を見てみろ。あれ？北海道はセブンでも、ローソンでも、ファミマでもないのね。セイコーマートってどこ？北海道に住む人以外はあんまり知らないよな。セイコーマートは北海道を中心に展開する1000店規模のコンビニだ。その規模でコンビニ戦国時代に大手コンビニと戦って今まで生き残るってすごくない？サークル系とか、サンクスとか、スパーとかなくなっちゃったのに。数々のコンビニが撤退する中、セイコーマートが生き残ってこれたのは、大手にも真似できないセイコーマートのある戦略があるからなんだぜ。何それ、めっちゃ面白そう。ねえねえマリサ、セイコーマートの戦略を教えてよ。教えてくれたら、白い恋人を今度買ってきてあげるわ。北海道限定、白いブラックサンダーも頼む。任されよう。おっしゃ、じゃあ今日はコンビニ業界第9位、北の守護者、セイコーマートについて紹介しよう。そもそもセイコーマートってどんなコンビニなの？世の中に数多くのコンビニがあるけど、現在日本にあるコンビニの中で最も古いとされるのが、セイコーマート1号店だ。そうなの？てっきり、セブンとかローソン、ファミマが一番最初なのかと思ってた。1973年にファミマ、74年にセブン、75年にローソンが1号店を開店する中、セイコーマートは1971年に1号店を札幌に開店。以来、北海道を中心に展開するコンビニだな。まさにコンビニ業界の先駆けね。大手コンビニが、スーパーや百貨店を運営する企業が始めたのに対して、セイコーマートは北海道で、味噌、醤油、酒類などを販売する丸よ西尾商店という老舗の酒屋が、雪印乳業の広報誌スノーで紹介されていたコンビニの紹介記事を目にしたことをきっかけに、酒店の経営近代化や一括供給を目的としてコンビニ事業を始めた。大手企業じゃなくて、酒屋さんがコンビニを始めるパターンってあるのね。日本じゃ珍しいかもしれないけど、ローソンの大元だってアメリカのローソンさんがミルク販売がうまくいって、日用品の販売も始めたのが出発だからな。どんな大企業も初めは小さなことからコツコツやってるもんさ。千里の道も一歩からってね。お店の名前を決めるときに、店を成功させるという意味と、社長の西尾さんの西と光から、セイコーマートと命名。ロゴマークに書かれたフェニックスには、企業の最大の目標は経営を続けることへの思いが込められている。この鳥フェニックスだったんだ。寒い北海道には、あったかいイメージでちょうど良いかも。2020年時点で北海道179市町村のうち、175の市町村に出店。実に北海道の 99.8% の人口をカバーし、1日にセイコーマートに来るお客さんは56万人にも上る。まさに北海道を代表するコンビニ。何か他の大手コンビニと違う点とか特徴ってあるの？セイコーマートの基本理念は、新鮮で安全な商品を、低価格でお客様へご提供する。他のコンビニと比べて、生鮮食品や酒類の品揃えに重点を置いている。店の発祥が酒屋であることもあって、特にワインに力を入れていて、500円程度の安価なテーブルワインから、トカチワインとカップやドンペリニオンなど、流通量が比較的少ない他メーカーのワインも取り扱っている。お酒に力を入れてるコンビニって初めて。北海道は寒いから、お酒で体を温めたくなるのかもね。もっと寒いロシアでもウォッカが人気だからな。そしてなんといってもセイコーマートといえば、店内の厨房でお弁当、おにぎり、パン等を調理して販売する。ホットシェフ。カツ丼、豚丼などが定番で、その他リーズナブルなスナック類なども大人気。期間限定メニューも多く飽きずにずっと楽しめるのも人気の秘訣だ。めっちゃ美味しそう。寒い冬の時期のあったかいお弁当とか、ホットスナックとかほんと食べたくなる。さらにセイコーマートがすごいのは、価格。一般的にコンビニ商品はスーパーなどより高いとされる中、セイコーマートは超安価。フライドポテトはこの大きさで130円。ペペロンチーノやナポリタンらはなんと110円。110円。安いってレベルじゃなくない？他の大手コンビニが到底真似できない価格や商品数を実現させるのが、セイコーマートのすごいとこだな。これだけ聞くとすごいコンビニっぽいけど、
セイコーマートってどれくらいの大きさの企業なの？セイコーマートを運営するのは、株式会社セイコーマート。それを統括するのが株式会社セコマ。セコマは、従業員数283人。売上高1659億円。2021年現在、北海道線81店と関東92店の合わせて、1173店を持つ企業だな。従業員数9000人。売上 4.9 兆円。全国に2万店を持つセブンと比べると、言っちゃ悪いけど大差があるわね。と思うじゃん。でも北海道の中で見たら、セブンは1002店、セイコーマートは1081店で買ってる。ローソンは679店、ファミマは239店舗だし。しかも毎年調査が行われている、コンビニ分野での顧客満足度調査では、セブンを抑えてセイコーマートが5年連続1位。不動の人気を博している。セイコーマート最強じゃん。なんで大手コンビニにも勝てるの？どこに秘密があるの？そこめっちゃ気になるよな。次からは、セイコーマートの秘密を紹介しよう。規模が小さなセイコーマートが大手と互角に戦える仕組みの一つが、直営化だ。直営化？何それ？基本的に大手は、コンビニ経営を始めたいオーナーに、コンビニのブランドや商品、流通や経営ノウハウを販売指導する代わりに、ロイヤリティと呼ばれる費用を売上の一部からもらって利益にする。だからコンビニ本部の人と、コンビニオーナーは完全に別になる。へぇ、コンビニ本部ってオーナーからお金をもらって運営されてるんだ。だから極端な話、コンビニ本部のお客さんはオーナー、オーナーのお客さんが私たち商品を買う人になる。逆にセイコーマートの直営化は、コンビニ本部の社員さんがコンビニを運営する方式だな。コンビニオーナーイコール、コンビニ本部の社員になる。何が違うの？大手と契約したオーナーの場合、オーナーは自分の店だけで初期投資を回収しなくちゃならない。お店を作ったり土地を準備するには初期投資が必要だからな。だから開店当初は初期投資を返さなくちゃいけないから、長時間労働や深夜労働なども発生して何かと大変なんだ。確かに初期投資を回収するまではお金もないから、生活も苦しくなって大変かも。だけど直営の場合は、会社としてコンビニとして運営する。会社が土地を準備してお店を建てて社員がお店を運営するから、多少売上が悪くても、赤字でなければ問題ない。自社のコンビニを運営するなら、そこまで責任もなくて気が楽かも。セイコーマートの約 80% が直営店。もちろん大手の場合、オーナーは経営者だから、うまくいけばたくさん稼げるけど、直営店はどれだけお店が稼いでも、給料は一緒。ハイリスクハイリターンが大手、ローリスクローリターンが直営のセイコーマートだな。私がコンビニをやるならローリスクローリターンでもいいかな。実際にコンビニ経営がうまくいくかわかんないし。直営のすごいところは、過疎地などそこまで利益が見込めない地域でも、出店できて成り立つところだな。セイコーマートは周辺住民900人、うち4割が65歳以上の高齢者という門別市の上所骨に新店を開店。大手では売上が見込まれず、絶対出店をしない地域だ。そんな場所でもセイコーマートは大丈夫なの？もちろん。セイコーマートは朝6時半に開店、夜8時に閉店でもいいから、夜間の人件費や光熱費を抑えられる。過疎地域は、最寄りのスーパーまで車で30分から1時間以上かかる場所も多く、セイコーマートができれば、その地域の人が皆買い物に来てくれる。利益を大きく上げることはできないかもしれないけど、赤字になるほど苦しくはならない。その証拠に、900人しかいない上所骨店も黒字になっている。そういう大手が来れない過疎地域でもしっかり黒字経営ができるっていうのがすごい。また、セイコーマートは川上から川下まで自社で一気通貫で運営をしている。コンビニの川上から川下って？小売業という川下、川中にあたる物流、川上にあたる製造だな。製造については、道内20社を超える製造関連会社を抱えており、弁当や惣菜、乳製品などを生産。配送についても、自社でトラック277台を保有している。店単体で利益が出なくても、他のでカバーできるのが、単店で利益を出さないといけない大手との大きな違いだな。確かに、オーナーにとってはお店の売り上げが全てだからね。最初に紹介した、お弁当や惣菜、ホットスナックも自社で製造、配送しているからコストを抑えられて安価に販売できる。ただ安い商品を作るだけじゃなくて、北海道産の原料にこだわったり、味にも一切妥協しない。安くてみんなに愛されるセイコーマートプライベートブランド商品の誕生だ。
北海道っていう地域だけで頑張ってるから生き残ってると思ってたけど、ちゃんと大手とは違う戦略で頑張ってるのね。でも直営以外のお店もあるんでしょ。そこはどうしてるの？セイコーマートのオーナー店が大手と違うのは、テリトリー権をオーナーに約束している点だ。よくわかんないけど、テリトリーとかちょっとかっこいい。悠々白書思い出すわ。木戸のシャドウとか、カイドウのタグーめっちゃ好きだった。俺のテリトリーへようこそ、って言ってみたいぜ。テリトリー権っていうのは、セイコーマートの一定範囲に同じセイコーマートを出さないっていう権利で、セイコーマートは札幌市内の繁華街も含めて、店舗の半径150メートル以内に原則出店しないという方針を取っている。セブンのドミナント戦略と真逆じゃん。あっちは狭い地域にいっぱいお店を出す戦略だったよね。その通り。狭い範囲に同じコンビニを作ることで、地域内での存在感を高めるドミナント戦略だけど、オーナーからすれば、同じコンビニでもライバル同士、売上やスタッフの奪い合いにもなる。セイコーマートは過剰な出店は、共存の精神に反するとの考えからテリトリー権を明示し、北海道という限られたエリアで共存できるスタイルをとっている。お客さんからしたらコンビニがちょっと身近じゃなくなっちゃうかもしれないけど、オーナーさんの立場からしたら、それくらい間が空いていた方がちょうどいいかも。他にもセイコーマートは大手では当たり前になっている24時間営業ではなく、7時から23時の16時間営業を原則としたり、廃棄前の弁当などを値下げする見切り販売を必要に応じて推奨したり、地産地消で北海道産のトマトを使ったチューハイを販売したりと、大手とはかなりの差別化をしている。ローソンもセブンと差別化をしていたけど、セイコーマートは根本的に大手とは違う気がする。大手各社とは異なる独自の戦略を追求し続けてきたのが、コンビニ戦国時代で生き残ってこれた秘密だな。やっぱり大手と正面からぶつかったら、小さい企業は負けちゃうからね。セイコーマートのような企業が生き残るためには、地元住民から支持され続け、飽きられないことが超重要。罰ゲームに近い味、食べる際類ガスと話題になった、山わさび塩ラーメン。メロンパンに羊羹をかけるという奇抜さで話題になったパン。飽きが来ないように新製品や地元をアピールするための商品を開発し、徹底的な地元密着戦略を目指すことで、地元住民からの支持を獲得し続けている。北海道という限られた地域で、本当に地元に愛されるため商品を開発し、住民を支えるため過疎地域にも出店していくってわけね。東日本大震災以降、コンビニは社会インフラと呼ばれるようになった。しかしコンビニが企業である以上、赤字が見込まれる過疎地域には出店できない。じゃあそこに住む人のインフラはどうなるの？そんな問題を解決する一つの答えが、セイコーマート経営方針かもしれないな。大儲けできるかどうかは別として、住民にお店が必要とされているのなら、出店してくれるセイコーマートはありがたいわね。人手不足で24時間営業も苦しくなり、転換点を迎えるコンビニ業界。そんな中セイコーマートのような、過疎地域でも持続可能なビジネスモデルは大手も学ぶところがあるかもな。過剰供給で便利さが求められる時代は限界で、消費者ニーズも変わりつつあるからね。これからはサステナブルなコンビニ作りが必要よ。だな。私たちもサステナブルな社会のために頑張らないと。でも具体的にどうすればいいの？身近なところだと、フードロスをなくすのがいいんじゃないか？食材は食べる分だけを購入して、使い切るよう心がける。地元の野菜やお肉を意識して選ぶだけでも、自分たちが住む地域のフードロスを減らすことにつながるし。それなら大丈夫。私好き嫌いはないし、お金もないから何だって食べるわ。お前のテリトリーは胃袋かよ。というわけで、北の守護者。セイコーマートの紹介は以上だぜ。大手コンビニにも負けないセイコーマートの戦略、面白かったろ。超面白かった。今度北海道行ったら、セイコーマートのお弁当とか食べてみたい。私はセイコーマートのおすすめワインとか飲んでみたいかな。今年の札幌雪祭りは2月、その時にはぜひ北海道を、セイコーマートを堪能したいぜ。違いない。これでこの動画は以上だぜ。この動画を見て、北海道に行きたくなったっていう人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。よかったら他の動画もチェックしてくれると嬉しいぜ。次回は、狭いことが強み、スピード重視でお客さんをサポートするコンビニを紹介するぜ。それじゃあまた、次の動画で。じゃあね。